そうですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日はね、なんていうかおまけというか番外編。普段 YouTube で使ってるマイクはこちらなんですけど、こちらのマイクともう一本僕マイクありまして、こちらのどちらのマイクが僕の声に合うのかなっていうことを、まあ、ちょっと検証する、そんな動画にしたいなと思ってます。で、その YouTube 初めての人とか、これから始めようっていう人方が、まあ、どちらがどうなんだろうっていうのをね、こう一つの参考になればいいのかなと思っております。はい、2つのマイクなんですけど、どちらもシュアーです。こちらはシュアーのゴッパー、いわゆるあの一般的に非常に有名な、よく使われているマイクです。シュアーのゴッパーで、こちらは同じくシュアーのベータのゴッパーです。ベータのゴッパーで、こちらの方が上位モデルです。こちらのゴッパーと比べてこちらの方が上って言われてまして、でちょっとだけ値段も高いですね。こっちが確か1万3、4000円で、こちらが1万6000円ぐらい、まあ、値段も違うということで、まあ、こちらの方が上位モデルって言われてるんですけど、まあ、どちらがいいかどうかっていうのはその人の好みというか、その人の声に合うかどうかっていうことなんですよね、結局は。だからちょっと実際ね、僕もね、どちらが合うんだろうっていうことを今ちょっと探り探りやってるので、その検証を実際にやっていきたいと思います。はい、まあ、ついでですけど、あのカメラはキヤノンのキス X7i っていう一眼レフを使っています。では、それでは、まずはこちらから、まあ、ずっと話してるんですけどね、ずっと話してるんですけど、じゃあこちらでテストしますね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。こんな感じで僕は人生を生きるためにぐんぐんぐんってこう力がね湧いてくるような、そんな配信をしていきたいと思ってます。はい、で僕の趣味は最近ですと YouTube の動画の撮影、そして編集、そして投稿、これが僕の趣味です。それ以外に、まあ僕の趣味といったら将棋ですね。僕将棋がね、実はね1級ということでめちゃくちゃ強いんですよ。将棋1級で得意技は昔はね、ちょっと前までは左美濃の四間飛車っていう、右四間飛車っていうのが僕の得意技でした。で、最近はちょっとあのね、奇襲戦法の〇〇戦法というのがあるんですけど、ちょっと忘れちゃいました。はい、という感じで、これがベータのゴッパーです。はい、ということで今からはこちらの SM ゴッパーに切り替えてやっていきたいと思います。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。僕は自分が自分の人生を生きるために必要な力っていうものを、提供できるような、そんな配信をしていきたいと思います。なんというかね、皆さんの感情を揺さぶるというか、心を揺さぶるというか、命を揺さぶり、そして火を灯すような、そんな配信を僕は目指しています。有益な情報を提供する、これは僕とは違う人がたくさんやっているので、僕がやることは皆さんの心を揺さぶる、その心の揺さぶりそのものが生きる力になるって信じているからです。こんな感じで SM ゴッパーはこんな感じですね。ちゃんと入ってるかな、入ってるかな。はい、ということで皆様どうでしょうか。ベータのゴッパーと SM のゴッパー、今は SM のゴッパーで、先ほどまではこちらのベータのゴッパーでした。どちらの方が僕の声に合ってますでしょうかね。もしよかったらコメント欄でコメントとかしていただけたらめっちゃ嬉しいです。はい、ということで今日はね SM ゴッパーで締めたいと思います。こんな感じで、ミスターおかちのチャンネルでは、自分が人生を生きるため、自分が自分の人生を生きるために必要な力っていうのがぐんぐん湧いてくるような、そんな配信をしたいなと思ってます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じです。さよなら。ラフな感じやな。